そしてグレゴリーエチェニケ、昨日は10得点9リバウンド。田渡から回り込んで3の位置から打っていく。最初の3が決まりました。福島です。少し静岡ここに来て3ポイントは決まりません。田渡り中に入れて最後はエチェニケ、この人がゴール下に来ると強い福島追いつきました。14対14。スピード感のある攻撃、反応。田渡りこの位置から決めていきました。福島が逆転に成功です。16対14。中に切り込んでくる。ここは2を狙っていく。ただバンクショット決まらない。静岡からすると第1クォーターの後半で3ポイントが4本ないしは5本というところを連続して決められない場面がありました。ショットクロック1秒。ここはよく守りました静岡。逆に速い攻めだ。ゴール下余裕を持って決めていく橋本直明。最後は左手1本。厳しくなっていましたが岡田に渡る。ショットクロック7秒。コーナー3を狙う。決まりました。ブロープレー。昨日は3ポイント6分の1でした。中に切り込んでくるのは岡田。外に出して山田、うまく渡った。ゴール下最後はダンクだけにロートンジュニア。失敗を止めることができるか福島です。さあここでボールを持って左からコーナーを狙う。やはりここも打開するのは3ポイントになるでしょうか。福島はやはり前半決まっていた3ポイントに興味を見出そうとしていますが、ドライブでいった静岡サイド。さあ静岡のリードは8点です。58対50。じわりじわりと静岡がその差を広げにかかっている。中に入ってここはテレンスキング落ち着いて2ポイント決めていきます。ショットクロックは10秒切っています。固いマーク土屋。3秒。中に入れて決め切った。さああとは昨日のような終盤の攻撃のリズムが出てくるか静岡です。ハーラーを壁に使って中に切り込む。中に切り込む。その最後はハーラーだ。高さがあります。奪い取るそのタイミング。中に切り込んだ。左手一本山田アトム。やはりこれだけの点差がついてくると少し戦い方も変わってくるでしょうか。中に切り込んでこういったプレーも出る。橋本が逆に行く。そしてハーラーこの位置から行くがちょっと距離が足りなかった。リバウンド、このプレーだとはさなかった。そして3につなぐぞ。決めた。ナイスプレー。田渡りはもう縦横無尽の活躍。時には起点になります。中に入れてエチェニケ。ここは競り負けませんでした。中に入れてハーラー。パスを回すテリーローソンジュニア。中にハーラーが回ってきた。なかなか打てない。ここで奪ってまたチャンスを作る。最後は橋本だ。ボールへ決めます。ワンプレー。ここでボールが止まる。85対67。